クイーン・オブ・ザ・ネザーランズ・ロイヤル・ボスカリス・ウェストミンスターはオランダを代表するマリコンである。ユーロネクスト・アムステルダムに上場している。ロイヤル・ボスカリス・ウェストミンスターは世界最大の春節性を保有していると主張している。2007年、オーストラリアにおいて、二つの主要な契約を獲得した。一つは、契約口300、100万ユーロになる。 春節戦クイーン・オブ・ザ・ネザーランズを用いたメルボルン・ポート・フィリップワンの拡張工事であり、もう一つは50100万ユーロになるニューキャッスルの港湾拡張工事である。また、アラブ首長国連邦のアブダビでも、新港建設の契約1100万ユーロを獲得している。2008年9月15日、ロイヤル・ボスカリス・ウエストミンスターは1 1 1 1 0 0万ユーロで、オランダのマリコンである。 スミットインターナショナルを買収することを提案した。スミットインターナショナルの経営陣の拒絶にもかかわらず、ロイヤル・ボスカリス・ウェストミンスターは、スミットインターナショナルの株式の25%以上を購入しており、スミットインターナショナルの複数のビジネスユニット購入に意欲を見せている。ありがとうございます。